こんにちは、スタイルバイルロームの高橋です。マテリオディレクターの金子です。ブラスの水島です。お願いします。今日待ちに待ったアイテムの登場ですね。いよいよですね。いよいよですね。11月にマテリオの回で動画の最後に金子さんがちょっとこうさらっと紹介してましたけどね。あ、もう11月早いですね。早いですよ。でもあれから発売するまでにちょっと時間が少し空いたような気もしますけど。そうなんです、まあ、やっぱり手作りで作ってるんで、あと割と無理やりお願いしたんで。あ、そうなんですか。はい、結構生産的には大変で、まあ、時間がかかったとは言っても、まあハンドメイドで考えたら結構、まあ、このぐらいの時期かな。ちょっとそのあたりの深いところも話していきながら、今日はいろいろお話できたと思います。はい、じゃあ今日お願いします。お願いします。お願いします。で、今この撮影場所がブラスさん の店内で撮影してるんですけども、はい、来たかった場所で、ありがとうございます。ようやくプライベートで、はい、靴の修理とか、はい、ソール貼りお願いするときにレショップさん経由でお願いしてて、はい、たまたま通りがかれたこともあったんですけど、はい、今回まあようやくちょっとこういう撮影のきっかけでお邪魔することができて、はい、めちゃくちゃありがとうございます。ありがとうございます。で、このブラスさん、お店のコンセプトというか、はい、どういったお店なのかを教えてください。そうですね、はい、一応うちのブラス自体が2007年に一応修理屋としてスタートして、まあ、大きなところで言うと、まあ、上と下が作業場になっているので、常にこうお客さんと接する人間たちがこう作業場と、まあ、作業場とお客さんを接客する場が一応一対になっているような、常にこう寄り添うような形でっていうのが一応ベースになってて、長く残るものを今に残すっていうのがコンセプト、まあ、修理ももちろんですし、まあ、今回紹介していただく製品もそうですけども、まあね、革靴修理しながら長く履いていただけるので、まあ、こう長く付き合いながらできたらなっていうような感じでやってます。金子さんってここを知ったきっかけって何だったんですか？それは、もうもちろんレショップの その靴のお直しで、まあ、利用させていただいている、まあ、お直し屋さんというか靴修理屋さんで、まあそれもレショップのスタッフが、はいはい、もともと、まあ、仲良くされていたというか、まあ、そのつながりでお仕事としてつながって僕も紹介されたような感じ。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。だから全然知らなくて、で聞いてみると実は靴も作っているっていう話を聞いて、レショップでもね何度も取り扱う話があって、はい、やりましたね。そうですね、はい、出ては消えというか、サンプルもお借りしたりしてて、はいはい、でなんでかね、みんなもうやりたかったんですけど、結局なんか進まず、まあ今に至ってるんですけども、でその最中なぜかですね、マテリオ枠で、そうですね、そうレショップではないというまさかの、はい、僕個人的にもすごいびっくりしましたね。そうですよね、まさかマテリオさんでみたいな、はい、思いました。でもマテリオってそのコンフォートとかリラックスとか、まあ、ヘルシーみたいなキーワードがあって、はい、で靴に関しても、まあ、昔から、まあ、オールデンだったらモディファイドラスト、じゃあサンダルだったらビルケンシュトック、まあ、大体そういった、まあ、人間工学に基づいたみたいなテーマの靴を扱うことが多くて、はい、マテリオ復活して、じゃあ靴取り扱うときにちょっと、まあ、オールデンさん事情があってというか、だいぶ時間かかっちゃうんで難しかったりとか、はい、結構靴ってなんか改めて やり直してみると結構難しいなと思うものなんで、で、まあ、今ビルケンシュトックが主軸になっているぐらい、まあ、でもね、当然僕も革靴大好きだし、お店でも必要という声もあって、あ、そういえば近くにあったな、というか。はいはい、そこで繋がったんですね。そこで繋がったんですよ。ありがとうございます。で、マテリオ的には結構急務だったし、もう完全にそこの枠も空いてたんで、まあ相談してみようかということで、まあ今回の靴の製作に繋がっていくんですけども。で、今回のこの形、はい、別注になるということで、はいはい、ジョッパーブーツ、そうです、はいはい、僕もちょうど履いてるんですけど、っていうのは嘘で合わせてきたんですけどですよね、はい、ジョッパーブーツと聞いて僕の私物も履いていこうと思って、はい、まあ、今回はこのブラスさんのものではないんですけど、はい、ちょっと自分で持ってるものがあったので、なんかやっぱ
ここを合わせてこようと思って入ってきたわけなんですけれども、はい、やっぱり違いますね、全然作りが。全然違いますね。はい、フォルムから何から。で、ジョッパーブーツって、もともと乗馬靴だと、はい、ああ、そうですね、思うんですけど、はい、今回なんでこのジョッパーブーツになったきっかけっていうのは、ちょっと、はい。知りたくて、はい。全然考えてなかったんですよ。はい。で、まあ、来て、いろいろ相談しながら選ぼうと思っていて、まあ、最終的には、一番気になったスタイルがジョッパーブーツだった。というのと、うん、あとやっぱいろいろ履かせていただいて、まあ、ブーツやりたいなと思ってたんですけど、うん、エンジニアブーツとかいろいろあるんですけども、一番、なんだろうな、スッと決まって、グッと、その、フィットして、そこが多分コンフォートにつながってくるんですか？そう。ブーツってやっぱり単靴に比べると結構フィッティングってシビアだと思うんですよ。エンジニアブーツだとまあ、さっきね、ちょっと余談話したんですけど、はい、やっぱ絞りがないペコスとかウエスタンブーツみたいなタイプだと、うん、この筒の幅が狭いと足入れがめちゃくちゃ悪くて、そうですね。じゃ無理やり入っても、すごい入れたら足がサイズが合わなかったと。大きすぎたとか、結構そのシビアなんですよね。で、ジョッパーブーツって履き口もすごく広がるようにできていて、かつその、この調整の幅も、くるぶしよりも上でグッと締められるんで、これって実は一番フィッティングしやすい靴だなって思ったんですよ。似たようなとこだとサイドゴアとかあるけど、はい、あれって割とルーズっていうか、入れちゃったら別にゴムが、こう効いてるわけでもないし、そうですね。動きますもんね。はい、割と適当なんですよね。ただジョッパーって結構グッと締められて、全体的なフィット感感じられたっていうのが、特にこのブラスさんのこのスタイルっていうのが、うん、はい、まあ特徴的だったのかな。今高橋さん履いてるものと比べても、はい、まあここの高さも違うのと。はい、なんでしょう、横から見た時のこのフォルムが、うん、こっちの方がもっと繊細とかシュッと細いですよ ね。筒もそうだし、筒が上の方にあってベルトがここで、はい、なんて言うんでしょうね、この締め付け、このグッていう締め付けがこちらとはまたちょっと、うん、そうですね、まあ、概念が違うというか、うん、それはあるかもしれないですね、うん、多分こちらは見た目的にもこう締めた時にもフォルムがすごく、うん、なんだろう、見た目のフォルムが意識されていて、はいはい、ウエストのベルトみたいなもんですよね。あ、グッと締めて、なるほど、ちょうどいい締まり具合のところで止める、はい、完全にその機能としてのベルトみたいなところが、これがなんか僕の中で多分一番今回決めとなったところかなっていう、なんかブーツであんまいい思いがないというか、かっこいいから買うんだけど、はいはい、なんか結局気に入らないところがフィッティング上あって、うん、あ、なるほど、もちろん木型が僕の足にもう完璧にフィットしたっていうのもあるんですけど、プラスアルファのところでこのベルトの締め位置とか、うん、意外と僕ジョッパーって全然入ってこなかったんで、あ、そうなんですね、はい、でもう一つ特徴なのが、はい、アメリカンスタイルのジョッパーって言ってしまっていいですかね。そうですね。一応国の元々のベースとしてはイギリスのものにはなるんですけど、はい、まあ、僕らもそれぞれモデルとかによってこう国の住み分けじゃないですけど、アメリカ由来のもの、イギリス由来のものっていう一応住み分け、一応イギリス寄りのものではあるんですけど、まあ、僕らのこの経験が詰まってるものでどっちにも触れるというか、はい。はい、なんか最初そのエンジニアブーツとかを見させていただいてて、木型が一緒だったりするんですよね。あ、そうですね。はい、ですよね。で、エンジニアブーツも結構古い時代のモデルがベースに。そうですね。だいたい1950年代ぐらいのうちのベースに設計をしてますね。はい、そのあたりのと一緒で、で、かつ、マテリオのものはヒールを結構高めの、一番高いですかね、ブラスさん。そうですね。通常のものよりも1センチぐらい近くは、はい、高くはなってるので、うん。で、ちょっとここのカットもウエスタンっぽいカットになっていて、ね、はい、まあ、スタイルとしては確かにその乗馬のね、イギリスのトラディショナルなジョッパースタイルなんですけども、うん、すごくそのアメリカの木型のエッセンス、うん、エンジニアであったりとか、ちょっとウエスタンブーツっぽいっていう、うん、
まあ、そういったのを、まあ、織り交ぜたこちらの形になっていて、これはでも僕のちょっと趣味っていうか趣向がかなり反映されちゃったかなと思うんですけど、まあちょっと気持ち悪いぐらい僕フィットしちゃって、うん、確かに11月のあの時も言ってましたもんね、はい、もうみんなにもそれ言いまくってて何人にも吐かせてるんですけど、あ本当ですか、はい、嬉しいです。アッパーもこのシュッと入っていくし、うん、この底もあの土踏まずから、まあすべて綺麗にフィットするんで、あんまり聞かないですよね、そういうフィッティングの仕方っていうか。そうですね、だいたいブーツではちょっと新感覚でした、うんうん、革靴ってなんか、まあ、縦で合わせたりとか横で、うん、合わせたりっていう話は聞いたりしますけど、この土踏まずまでフィットするっていう革靴って相当珍しい気がします。そうか、で先も余らないんですよね、うん、あもう捨て寸がないというか、捨て寸が結構思ったより短くて、へー、結構ね試着の時にもう散々騒いでですね。そうですね、はい、確かにあの履き古したこの木型と同じモデルを履かせていただいたりとか、すごくこだわったのは、まあ、このジョッパーのこのフィッティングの素晴らしさっていうと、うん、あとそのアメリカ的な要素、イギリスのトラディショナルな要素、うん、なんかあらゆるものがミックスされていて、うん、まあ本当に僕の好きが結構詰まっていたんで、うん、このモデルに、まあ、最終着地したっていう。で革に関しても、うん、フランスのデュプイのあそうです、ね、はい、レザーを使っていてですね、うん、もう少しなんかこのスタイルだと、うん、なんかブーツらしいちょっと強いものでもいいかと思ったんですけども、うん、やっぱりあくまで、ね、まあ、いつもそのドレスっぽい靴をよく履くんですけども、はいはい、その延長としてのものが欲しかったんで、いろいろ相談して、この革にして。なんか磨けば、まあすごくね、うん、めちゃくちゃドレッシーな、綺麗な見栄えもするし、でも手入れしないで履いてくださいっていうんで、はいはいはい、そういう教えとかもあるんですけど、はい、まあわざとね、結構僕は、まあ後でお見せしますけど、はい、結構汚く手入れせずに今履いてるんですけど。エレガンスとこの武骨な骨太な感じ、どっちにも触れるっていうブーツですね。そうですね。うん、金子さんの私物もぜひ見たいのと、はい、あとは実際にちょっと履いてみて、はい、僕がおちょっと履き心地を体感したいので、はい、もう散々金子さんがおっしゃってたんでもうぜひ、はい、この靴に関してはうるさいですよね僕もねまとまってないんだけど、はい、いっぱい好きなとこがありすぎて、ぜひ体感させてもらいます。はい、はいはい、ぜひ履いてみてください。さて、はい、僭越ながら履かせていただきました。ありがとうございます。これもう欲しいですぜひもう欲しいです。さっき金子さんがおっしゃってた、はい、この土踏まずのアーチの部分に沿ってフィッティングするっていうお話あったじゃないですか、はいはい、僕全然理解できなかったんですけど、完全に体で体感しました、これをありがとうございます。こういうことだったんですね。めちゃくちゃ履き心地いいですね、これ。こっからもう包まれてるんですよね。そうですね。ここ、ね、こう来てますよね。もうね、はい、そうなんです。この辺からもうグオって来てる。来てますよね。で、あと、ここも、なんて言うんでしょう。本当、捨て寸がないに等しいぐらい、ちゃんとフィッティングしてますね。うんうん、はい。これはもうやっぱ毎日履きたくなる。そうですね、はい、うん。金子さんが今、ちょうど隣で履いてらっしゃいますけど、はい、ね、これ履いてどれぐらいでしたっけ。2、3ヶ月ぐらい履いたかなと思います、はい、だいぶ馴染みました。革の表情もかなり変わってますね、はい、で僕結構もうジャストで選んで、いろいろ履き古したのを履かせていただいたん で、 そうです、ね、うん、かなりちょっとタイトめに買って、うん、今もう完璧にフィットしてる感じです、うん、ね、作りでも秘密があるみたいなんですよね、はい、あ、そうなんですか。ふと気づいたらここがちょっと線ができてきてるんですよね、はい。あ、さすがですね。そう。確かこっちはないですね。そうなんですよ。そうなんですよ。僕のやつとかも、まあ、ちょっと違うものですけど、うっすらと。ああ、本当だ。はいはいはい。これ何があれなんですか？っていうのは、うん、ソールの貼り込み、取り付けをするときの接着剤とかの塗り方のやり方で、うん、わざとちょっと接着剤の量をずらしてアウトステッチをかけて削り出すっていう作り方をするので、長年履いていくとソール自体も少しこうちょっとずれて段差ができてきて、まあ、反り返りが良くなったりとかっていうのもあったりはするんですけれども、そういう細かい経年変化もあったりとか、まあ、あとは僕まだ
ちらっと言ってもなかったんですけど、カン抜きの位置、はい、ここの横一度位置が通常のジョッパーとかに比べると、はい、倍近くわざと高くセッティングして縫ってたりとかっていうのが、それがあのここの足の横が、うんうん、横の甲の部分がしっかり押さえつけられるので、まあ、うちの木型のフィッティングをもちろんあの狙ってるというのはあるんですけど、よりこう足に沿うように、細かいところでもそういうところも調整に加えてますね。高くすることでフィッティングをさらにこうより良いものをしてるみたいなイメージですか。はい、ただその代わりに履き口がどうしても開きにくくはなってしまうんですけど、はい、まあ、このジョッパーがゆえの先ほどお話ししてたこう履き口がしっかり開くっていうのと、そこもしっかりマッチングしてるので、どっちも取れてて、すごいバランスも良くてかっこいいですね。まさにコンフォートってやつですね、はい、確かに僕も結構もうギリギリで入るようにしていて、足にすごくこのね、ちょっと段広な方とか、割と癖がある足だとちょっと入れにくかったり、フィッティングが難しかったりする部分あるかもしれないですね。はい、そこはもう慣れですか。無理やり入れていくか。そうですね、まあ、大体無理やり入れてもらってます。はい、ハイテクごとにこう今それこそ新品履かれてるやつとかだとベルトもそんなに締まりきらない状態なんですけど、うん、はい、履いてって金子さんみたいにこうシワが入っていくことによって革がやっぱり足に沿ってくるので、脱ぎ履きするときにもちょっと馴染みが出ると結構履きやすくなりますね。ここのベルト道と全然それ締まってきます。はい、もっとこうくるんですね。ぐっと、はい、へ、シワも馴染んでくるからね。そうですね、もっとその、うん、こう包まれるようになっていくんで、でも横から見た時にもっとここの絞りがきつくなってくるんで、反り返りの曲線美が相当活かされてきそうですね。うんうんうん、そうですね、でもカーボーイブーツというか、そうな、そんなフォルムがあって、ちょっとカーボーイ感、うん、最近のジョッパーってやっぱりこうちょっとドレスの部類のブーツというかドレスシューズっていう感じがあったと思うので、うん、まあ、よりこうなんかブーツらしさもしっかり兼ね備えてる感じかなと思うので、うんうんうん、それこそなんかもう全然ケアもせずに、なんかラフに履きたいですね。はい、あくまで僕らもあくまで道具として使ってほしいっていうところももちろんあるので、うん、まあ、メンテナンスもせずこう場所も選ばず履いていただけると、経年変化にもそれが直結したりもするので、あ、はい、ラフに使えば使うほどそういうなんか荒っぽいのが逆に味になるというか、そうですね、まあ、時々こうメンテナンスをしてドレスっぽく履くのももちろんありだとは思うので、うん、まあ、でもね、店内の履き古されたような靴を見てると、はい、そうですね、まさにそのなんだろうな、今お話してる、はい、慣れの果てというかそういった靴がもういっぱい店中にあるんですけども、はい、 でもそれ見てね、やっぱ憧れる人も多いだろうなと思うし、はい、僕もなんか、ね、話聞きながらいろいろ見させていただいて、うん、あ、なんかこうなってたらやっぱいいなみたいな、うん、なんかこのガシガシ履き込んでこうボロボロになってく様って男のロマン感じますよね。ありますね、うん、そうですね、なんかでもこうやって話してると、っていうかこの靴って本当ジーンズみたいな、うん、だんだんそんなのようなのと同じような感覚になってきてて、意外とない。そうですね、靴でこういうお話っていうのは、うん、で本来ならなるべく綺麗に、まあ、シワもあんまり入れずに、うん、シューキーパーで、まあ、日頃よくお手入れしてねみたいな話をよく聞いたりしますけど、うん、ああそうかもしれないですね。ちょっと逆を言ってますよね、うん、完全にそうですね、うん、まあ、僕なんかでもお店来てやっぱそこに引きつけられたところはあったのかなっていうのは、なんかただこの美しさというよりも、まあ、履き込まれていくほどに美しさを感じていくような、まあ、ちょっとしたなんかロマンみたいなところとか、でもなんかヴィンテージジーンズのヒゲ見ていいなっていうのとすごい同じような感覚にちょっと浸っちゃったところはあって、はい、最初当然単靴とかシューレースのついたブーツとかそういったのも見てたんですけども、でもやっぱりこのね、シワ感というか味を楽しめるようなこのやっぱエンジニアのスタイルとかこのジョッパーのスタイルとか、まあそういったところになんか見てて、やっぱ今考えても惹かれてたのかな。別の動画でお話しすること
当もあったんですけど、うん、ヘビーデューティーってキーワードがよく出てくるじゃないですか、よく出ます、金子さんから。そうですね、そこにつながってくるのかなって思いましたね。確かにそうですね。使い込まれて使い込まれて、その終着点みたいな感じがしますね。うそうですね、うん、なんか人自体もそうじゃないですか、うん、はい、あの若い人でもフレッシュな感じのかっこよさもあると思うんですけど、だんだん年を経てなんか熟れていくというか、うん、枯れていくとか言われたりしますけど、うん、そういう人たちのかっこよさもあるじゃないですか、うん、僕はむしろそちらがかっこいいと個人的には思ってるんですけど、なんかそれが靴にも言えるのかなっていう今回の。そうですね、確かにすごく通ずるとこがあるような気がしますね。ブーツに対して売れるっていう表現が正しいかわかんないですけどなんかでもその時間を経て変化していく様ってかっこよく感じますよね。そうですね、そうですね、靴を作ってる人とか、やっぱり実は磨いてませんみたいな人すごくねあ、この人靴すごい知ってるなとか、かっこいいなって思う人の話聞いてると意外とみんな適当だったりしてて、いい意味でですよね。そう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 、いろいろ教えられてきたことと真逆なことが実はそのかっこいい人たちのその裏側っていうかにあって、でここでは堂々と、あ、全然磨かないでくださいみたいな感じで言われるし、そうです、ね、いきなりぐいぐい芝居入れられるし、はっきりとそのみんな表面ではいろいろね、こう面でしてこうまあこう扱ってくれればいいですよみたいなあるけど、でも実はそんなみんなやってなかったりしてて、建前上そういう話があるんだけど、イケてる人たちの履き方を指南してくれるというか、素直にそのなんか水島さんが思うかっこよさをもう ありのまま伝えるっていうか、純粋にそれが多分かっこいいと思えるから伝えてるんだろうなって思いますね。いやボスもやっぱもうひどいですよ靴こちらのボスの靴とか。そうなんですね。僕らが展示するときに磨かない限り絶対に磨かないですし、まあ、作業中もやっぱ作業靴として履いてるので、うん、やっぱ一番経年変化も凄まじいですね。そこにもすごい。あ、そうですね。ちょうど修理するためにちょっと、あれボスの、はい、今これジョッパーですか？あ、ジョッパーです。ジョッパーです。アッパーっつって、まあ、このボディだけの状態にもなってるんですけど。これ見せれないなぁなんて言ってたんですけど、今そこにあったからね、まあ、あったからには、まあ、せっかくなんで見ていただけると、まあ、やっぱこのうちのジョッパーの話にちょっと戻りますけど、やっぱ従来のものと違って、まあ、さっきのと見比べると丈がやっぱすごい長いっていうのが、この経年変化にもやっぱり直結してて、エンジニアとか通常のジョッパーって後回りとかでベルト締めるのが結構多いので、締めれてもやっぱり限界がある。そうですね、はい、それに対して丈が長いのだとやっぱり足首をしっかりホールドできるので、足もがっちり固定できた上でしっかり履いた時にシワが押し出されてよりうねったりとかもするので、これはもうすごいですね。砂場で使ってたって聞いた時にはちょっとびっくりしましたからねいやでもこのすごいですよ。ここまでのシワ入れるって相当これ多分ジャストで、なんだろう、どういうフィッティングで履いてたのかな。これやってたんですかね。これは最初だけやってました、ね、あ、そうなんですね、はい。まあ、あとはひたすら立ちしゃがみが特に底付けの時とかに、ね、立ったりしゃがんだりの回数がやっぱり多いので、仕事が職業柄っていうのがあるんですかね。そうですね、動き回る時もやっぱりこれで。そっか、はい。まあ、あとは本当天候も気にせずですし、時には自転車乗ってたりしてたので、さすがに僕も引きましたけどねやっぱそういうやっぱ日常的に何も考えず、まあ、本当スニーカーみたいなじゃないですけど、何も考えず本当にひたすら履いていただくのがやっぱ一番いいかなと。コンバースのハイカットのごとく履いてたところですね。そうですね、コンバースのハイカットですらここまでこんな履く人いないです間違いないです。そうですね、かっこいいな。なんかいろんなそういう話を聞かなくもないような気がするけど、これ見ちゃうとちょっとレベルが違うそうですねちょっと群を抜いてもうん、もはや1920年代のなんかもう
なんだろう、炭鉱から出てきた501みたいな、ね、はいはいはい、そうですね、かなりの経年変化はそうです、ね、はい、してると思います、これも。なんか現代のこの世田谷で履かれたものとは思えないような、うん、そうですね、まあ、だから僕らがね、僕も履いてるこちらも、はい、まあ、将来ね、ちょっとどうなっていくのかなっていうのを、なんか、はい、ぼんやり考えながら、ガシガシとこう履いていく。そうですね、うん、ここからこちらに行って、で最後こう来て、そうですね、こ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 うかもしれないですね、はい、これがもう最終形態に近い、ね、最終形態ですね、はい、もうお直し入っちゃってるんで、今 そ, うです、ね、そこがない状態なんでそうですね、またウェルティングして底付けしてっていう感じですかね。これぜひ完成はなんかインスタグラムとか、はい、ああ、そうですね、なんか上げてほしいかもです。またマテリオさんにちょっと持っていこうかなと思ってるので、その時にぜひ現物見てもらえるといいかなと、はい、はい、楽しみにしてます、はい、見に行けます、ぜひお願いします。そんなこのブーツの発売日なんですけど、はい、いつになりますか。概要欄にて、概要欄ですね、はい、ちょっと久しぶりの概要欄ですね、はいということで概要欄をご覧いただければと思います。今日はここまで、はい、なかなかロマンをこう、うん、熱く語れるシーン書いて意外とこう、ね、なかったと思うので、うん、すごく楽しくお話しさせていただきました。こちらこそ本当にちょっと緊張しましたけどありがとうございました、はい、ありがとうございました。いえ、とんでもないです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。